どうも皆さんこんにちは。文学ラジオ空飛び猫たちです。この番組はいろんな人に読んでもらいたい、いろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに、文学と猫が好きな2人がゆるくトークするラジオ番組です。お相手は小説が好きの会の私大地と、ラジオを巡るカフェの三重の2人でお送りします。文学のプロではない2人ですが、東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。お互いの紹介に関しては第0回で話しているので、そちらをお聞きください。今回はですね、フリオ・リャマサハレスの黄色い雨を紹介します。これですね、個人的にはちょっと好きなんですけど、話しにくいというか紹介しにくい、さて言ったら今まで話してきたね、ちょっと一番トップクラスだなと思って。そうですよね、結構懐かしい小説で、10年ぐらい前に1回読んだことあったんですけども、なるほど。いや、今回改めて読み直して、なんともちょっと説明しづらい小説だなと思いましたね。ですよね。うまく話せるか不安ではあるんですが、まあ、なんかうまく話す必要もないのかなっていう、ちょっとまあそうですよね、まあ、こんな本があるっていうその存在を、そうですね、なんか話せたらいいのかもしれないですけど、じゃあちょっと行ってみましょうか。今回紹介する本が、あのスペインの作家のフリオ・リャマサーレスが書いた黄色い雨になります。文庫は川で文庫から、ハードカバーはソニーマガジンズから出版されていて、役は木村英一さんになります。文庫が2017年に出てますね。単行本が何年でしたっけ、2005年でしたっけ、ね、表紙一緒なんですよね。あ、そうですね、表紙は、なんかちょっと印象的な黄色い絵なんですけど、すごい綺麗な表紙で、じゃあちょっと私の方からあらすじをお伝えしたいと思います。沈黙が砂のように私を埋め尽くすだろう。スペイン山奥の廃村で降り積もる死の予兆を前に、男は一人身を潜める。一人また一人と去りゆく村人たち、朽ちゆく家屋、そしてあらゆるものの喪失が圧倒的な孤独と閉塞の史上を描き出し、奇跡的な美しさと評された代表作となってます。まあ、なんかこれだけじゃ本当いつもとなんですけど何のことかわからないと思うので、まあ多少補足しながら話を進めたいと思います。最初に言っちゃうとですね、この黄色い雨っていうのは何、ちょっといろんなことをこの小説の中では象徴はされてるんですけど、基本的にはポプラの枯葉が降ってくることのことを、あの黄色い雨と指していることになりますね。そうですね。でこの黄色い雨っていうのが1年の中で、秋に、なると降るという、まあ、枯葉なので、まあ、そういう、ね、なんか1年の流れの中で、ね、黄色い雨っていうのが出てきたりするんですよね。なんでちょっと秋に紹介したいなと思って入れ込んでるところもそうですね、私秋らしいですよね、この小説って。この作者のフリオ・リャマサーレスは代表作は黄色い雨だと思うんですけども、他にもあの狼たちの月という、小説や、あと無声映画のシーンという、小説も、日本であの翻訳されていて読むことができます。この黄色い雨の文庫版には短編小説があと2つ収録されているとなってます、で僕はあの狼たちの月っていうのは読んだことあるんです、ですけども、なんかね、黄色い雨とはまた全然違ったテイストで、まあ、狼たちの月の方があのおそらく読みやすくて、まあ、ね、ちょっと面白さもあるかなとは思うんですけども、まあでもね、黄色い雨は黄色い雨で、また、やっぱりその作家としてのすごい、なんていうんですかね、もうものを書いてあるんで、全然違ったものを書いてるっていう、ね、部分では面白い作家だと思ってます。大地さん短編もね、読まれてるんですか？私文庫本で、川手文庫のやつ持ってるんで短編2本読んでるんですけど、なんか遮断機のない踏切っていうやつが15ページぐらいの小説が入ってるんですけど、黄色い雨は160ページはあるかなぐらいのあれだから、まあ10分の1ぐらいの長さの小説なんですけど、割と解説もあるんですけど扱ってるテーマ結構似てるんで、なんだろうな、この黄色い雨結構最初入りづらいなって思ったら、こっち先読んじゃってもいいのかなってちょっと思ってますね。まあなんか、あ、確かに、最初に話すようなことじゃないんですけどそうですよね。あの作者がもともと詩人として、ね、なんかまあ文壇に登場されている人なので、まあ、すごい、なんていうんですかね、その小説ではあるんですけども、その、ね、なんか詩を書いているようにも読めるっていうようなね、なんかそんな特徴もあって、で一応あの原書スペインではなんか1988年に出版されていると、そういった本になります。じゃあですね、ちょっとなんか最初の印象としてというか全体的な雰囲気の話をちょっとしたいんですけど、まあ、これはなんかタイ
トルがやっぱ黄色い雨って、まあ、枯葉が落ちてくる、黄色い枯葉が落ちてくるっていう印象を私ちょっと持ってしまったせいで読んでしまったからだと思うんですけど、ずっとこう孤独感が降り続けてるような印象を持っていました、うんうん、なんか読んでる時にこれもどんどん話の流れで言うと主人公のまあ男性はどんどん村から人がいなくなって、妻と飼ってる犬と2人と1匹で村に取り残されるというか、まあ、村に居続けるんですけど、途中で妻も死んでしまうので1人残ってただただ村が朽ちていく、自分の命が終わっていくっていうのを待ってるだけの話といえばそれまでなんですけど、まあ、そういう設定もあるので毒感がずっと降り続けているような印象が読んでてありました。なんか深く深くなんか埋もれていくような印象が、これもなんか赤老感っていう言葉で表現していいのか分かんないんですけど、まあ、寂しさとか悲しさというようなものがこうすごく感じながら読んだのを覚えてますね。そうですか、皆さんこのあたり、ええ、そうですね、この全体的なまず雰囲気としてはもう本当に孤独感っていうのがすごい強い、話で、村自体も最後に取り残されたのが、うん、主人公の男の人一人だけになってしまうので、うん、まあもうね朽ち果てようとしている、まあ、その村というかその世界っていうのが描かれているんですけども、まあ、これがやっぱり小説として成り立っているところの一つに、結構この主人公の男の人のある意味その執着といいますか、なんか人間らしい部分というか、この小説の特徴で亡霊が出てくるんですよね。出てきますよね、うん、だからそれはその家族であったりするんですけども、結構その主人公の人が、ある意味過去に見てきたものとか、もしくは自分が望んでいるものかもしれないんですけども、なんか、ね、そういったものたちが現れて、なんかそこでその現在としては孤独でもう朽ち果てようとしてるんですけど、でもその過去のねなんかちょっと物語っていうか、なんかそんなのもあったりしてて、確かになんかこの亡霊が出てくるっていう状況なのかな、なんだろう、なんて言ってかうまく言えないんです。まあ亡霊が出てくるんですけど、怖いんじゃ怖いんですけど、なんかこうどう捉えていいのか、状況としては自分は個人的にもうこれ主人公の男がその家族の亡霊とかがもう後半ぐらいから、うん、特にお母さんですよね、自分のお母さんが台所にいたりとかするんですけど、そういうのが見えてきて、なんか生徒との境界線が曖昧になってってるっていうのは分かるんですよ、なんとなく。この男はなんか好意的に受け止めてるのか、こう否定的に受け止めてるのかがすごく分からなくて、なんかもう風景の一つになっていくじゃないですか、その亡霊。そうですよね。この感情をなかなか読み取れないなってちょっと思ってました。結構、ガタンによってめちゃめちゃ怖いっすよね。そうですよね、これ。なんか実写か映画化とかしたらなんか普通にホラー映画になりそうですもん、ね、そうですね、ホラー映画、そうですよね、なんかね原作も結構シリアスにそれを綺麗に描いてはいるんですけど、うん、映像化しちゃうと普通のシリアスなホラーになっちゃいそうです。そうですよね、だからどういう風に受け止めたらいいのかなっては思ってました、うん、まあなんかあんまりだんだんとそういう状況になってってるっていうだけなのかなと思ってはいるんで、あれなんですかね、やっぱこの亡霊たちが出てくるのっていうのは、死んでしまった人たちが出てくるっていうのはやっぱ主人公がやっぱりそれを求めているんですかね。その辺はなんかいろんなちょっと解釈がありえそうですよね。そうですね、まあ、確かにね主人公が狂ってるようにも思えるし、何か、まあ、本当に死にかけていてその、ね、なんか走馬灯のようにそういう亡霊が現れてるのかもしれないし、まあ、主人公っていうのが結局は最後一人村に取り残されるという状況になるんですけども、これをねその小説読んでて思ったのはこの、2つあって、1つがその主人公ってこれ何者なんだろうという、わかる、ちょっと、確かに、まあね、ずっとこの村にいる人間でなんか村の外で、生きたことがないというか、そうですね、これ息子が、まあ、この夫婦何人か子供がいるんですけど、結局この男は村に執着してるのか何なのかあれなんですけど、まあ、次男だっけ、まあちょっと長男は戦争で死んじゃったんですけど、何だったか何だか、アンドリアス、アンドリアスかが出てく時の結構描写とすごいっすよね、何か息子との別れに最後別れを言わないっていう、何かそうですね、階層が入途中で入ってて、ね、なんかその主人公は、まあ、その家族の夫な旦那さんなんですけど、もう息子を村出ていったらもう絶縁すると、 でも奥さんはそんな厳しいことではないで、いつでも手紙ちょうだいねと言って、
言ったりして、まあ、でも結構その主人公の、ね、旦那さんからするとこの村から出ていくということは見捨てられたと思うような、なんだかちょっと伏線したんだけどありましたね、うん、あの置いていくのかみたいなぐらいのテンションですよね。そうそうそう、どちらかっていうとなんか被害者的な感じのそうなんですよね、物言いでしたね、なんかそのでそれも主人公の人、あの旦那さんって、まあ、自分と奥さんだけじゃなくて、まあ、亡くなった子供たちもまだその村にはいてというか、村を出ていくというのはそれ亡くなった人間たちも捨てていくことだみたいな、ね、うん、ことをちょっと言ってて、この辺はちょっとなかなか厳しいことを言うなと思いながら、ね、主人公の男の村に対する執着っていうのがすごくあるんだなってのは感じますよね、うん、なんかね、主人公のなんでそこまでその村に執着を持つのかと、なんかあの結構周りが子供だけじゃなくて他の住人たちも出ていく中ずっと村に居続けるっていうのはどうしてだろうっていうのは結構なんか小説読んでると思うところではありますよね、うん、それを表現したかったのかなと思いますけどね、この小説を通して、うんうんうん、ああそうですね、なんかねそれで読んでいて、なんかその村から出ないってなんか自分で出ていこうと しないというのと、あともう一つなんかもしかしたらなんかその村にもう閉じ込められているような、なんかそういう風にはちょっと思えた。確かにこれ一応なんだろうな、この死の瞬間っていうのはなんか描かれるっちゃ描かれるんですけど、最後の方、うん、なんか途中から死んでる感じしますもんね。だからあそうそうそう、うん、なんか結構ね曖昧な書き方をしているんですよね。そうそうそう、うん、なんか自分はあと、ね、何ヶ月後にはこうなってるだろうっていう、あの、うん、あ分かる、うん、何々だろうを結構延々と書いてて、最後の章と最初の章が全部だろうで閉じてなかったっけな、うん、あそうそうそう、なんか、ね、なんかしかも結構曖昧で、うん、そうそう、ね、何ヶ月後何年後はこうだろうみたいなことで、それってもう死んでるってことなのかなと思わせるような書き方なんですよね。面白いですよね、ここね、断定しないっていう、あの主人公のところでなんか一番思ったのは、あの一人称で書かれてるんですけども、うん、まあ、私という、その私がすごいその詩人のようなあの言葉遣いで、うんうん、まあ、人生についてであったりこの村についてであったりを語ってるんですけども、でもそれが語れるってことはこの人は 何者なのかなって確かに、なんかそんなにすごい教養のあるような教育を受けたとか生き方ではない、で仕事をやってたとかそういうわけではね決してなくて、普通 あのスペインの片田舎で生まれ育ったでそこで仕事をしているっていう人なので、自然に対する眼差しなのか、うん、なんと言ってないのか、人とか村に対する描写とかもする、まあ、そうですね、まあ、そういったところでやっぱりこのかなり作者の意図というか、うん、まあ、ただの一人物を書いてるだけじゃなくて、うんうん、なんかその人物通しての作者の心の声みたいなのが、うん、やっぱりねもうバンバンやっぱり出てる小説なのかなと思いましたね。不良リアマサーレスが語ってますよねそうそうそう、いやそれは、ね、もうめちゃめちゃ思いましたね。それは、まあ、そういったところで、まあ、読んでるとなんか、まあ、ある意味、ね、そこの面白さは感じれるかなと思いました、うん、私これ最初読んだ時、今回2回目なんですけど、最初読んだ時、うん、なんかすごく日本の感覚とかけ離れたところで書かれている感じはすごくしたんです、うん、ね、なんかこのアベレテク村の感じとか海外特有なのかなとか思ったりもしたんですけど、うん、でも多分日本にもあるのかなと思って、こういうやっぱりどうしても人がいなくなってしまってみたいな、うん、あの土地はいろんなイメージは浮かぶんですけど、まあ、そうですね、で日本の村を舞台にこういう小説があってもおかしくはないなと、うん、ごめんなさい、まあ、もしかするとね あるんだろうなとは思うんですけどね、うん、あの結構近いあの雰囲気の小説、そうですよね、まあ、そういったところでは、確かにそうですよね、スペインの片田舎の話ですけど、うん、なんかこの日本にいるなんか自分にもそうですね、何かありそうだなと思わせるところがありますよね、うん、ね、少しそういう意味ではなんかもしかして、まあこの小説に惹かれちゃうのはそういうなんか共通の合衆って言っていいのかなんか分かんないけど、感情っていうのはなんか日本人の中にもあるのかなとちょっと思いましたね。終わっていくものに対するなんていうのかな、やりきれない感じっていうか、でもこの文章の表現とか比喩のあたりは、あんまりやっぱ日本人的な感覚ではないですよね。そうですね、なんかうまい例がないんですけど、あでも見たら意外と感覚的には日本人でも書けるのかな、どうなんだろうまあどうなのかな、書けるのかもしれないですけど、役うまいからなこれ、なんかうまく、うん、これそう
これ木村さんの役がめっちゃ必要で、これ絶対怖いですよね。やっぱすごい文章力だなと思うんですよね。でも確かにこの、あの文章ってすごい本当詩を書いてるような感覚の小説かなと思うんですけど、で、まあ、そういったところで比喩とかも、ね、たくさん出てくるし、でもやっぱりその淡々と書いてますよね。劇的に書こうとしないというか、あの落ち着いたテンポで書いていて、まあ、そういったところではすごい読み心地がいいというか、うんうん、そこから読んでも結構なんていうか話の流れはあるからあれなんですけど、割と途中から、あ、まあ、一回読んじゃった後だったらどっから読んでもなんかこういいなって思います。ああ、うん、文章楽し、あの味わうっていう意味では、うん、私みたいだから途中どっか開いて読んでもなんとなくこの黄色い雨の中に浸れるような感じはしますよね。うん、そうですね。本当になんかその情景がすごく、やっぱ綺麗に描かれてはいますし、うん、あとはこの文章というところではあのやっぱりその主人公の人、なんだろう、思想というのは結構、まあ、一人称で語られているなと思っていて、はい、うん、自分にとっての、死とはどういうことかとか、なんか孤独について、ね、主人公が考えていることとかっていうのがところどころに書かれていて、まあ、特に後半、まあ、そういったところではすごい、ね、なんか美学っていうのも描かれている小説かなと思うんですよ。そうですね、 美学は分かるな。確かにユーリア・マサーレスさんの美学でしょうね。そうですね、うんうん、まあ、ね、主人公も村ももうね、亡くなって消えてしまうっていうのはもう目に見えていて、うん、まあ、その中でもう誰でもいいから思い出してほしいというか、なんかそういう思いを持って述べられている小説だなっていうのはね、うん、結構最後の方を読んでいくと思ったりするんで、まあ、章は立ってるんですけど、その中でもなんか自分は読んでて結構混乱するとこもあったんですけど、結構時系列みたいのが、うん、ただあれだけどめちゃくちゃになっちゃってるとこもあって、うん、そうですよね、うん、なんかそれもまあ面白いっちゃ面白いんだけど、なんか結局、うん、まあ、結構分かんなくなるのが、あの妻サビーナって妻がいるんだけど、うんうんうん、この妻がまあ結局途中で死ぬんですけど、この生きてた時と死んだ後の時って、まあ亡霊になって出てきた時とか、このことが結構ごちゃごちゃになってくるますよね途中で、うんうんうん、私時間もなんかあのまあ主人公の私の時間の感覚が狂ってくっていうか、なくなってく、どっかの夜からもう一切時間経ってないんじゃないかみたいな、まあだからそうですね、すごい難しくて、それでなんかそこで主人公は死んだのかみたいな、その後のことはなんか魂が感じたことなんじゃないかみたいな、なんかこう捉えることもできるから、頭の中でこう整理しきれなかったんですけど私は。そうですね、まあ、そこをね全部整理できていなくても、まあ、うん、まあ、できる小説ではあるんですけど、確かにね、なんか僕はメモしながら読んでたんですけども、あすごい、うん、まあ、それで、まあ、なんとか読めたっていうのあるんですけど、まあ、まあ確かにですね、ちょっとどこがどの時代なのかって分かりづらいところはあるかなと思います。あと、ね、最初と最後にあの彼らっていうのが出てくるんですね。でこれ、まあ、最初は彼らって出てくるんですけど、で最後までそんな出てこないんで、結構最後は主人公がもう死ぬかもしれないみたいな話のところで彼らがやってくるだろうと。でこの彼らって誰だろうと思って、で彼らっていうのはなんか何かの象徴なのかなと思いきや、なんかメモを見直すと最初に彼らってあって、あ、なんか最初に戻ってきたんだっていう、ね、あ、なるほど、そういうことか。あ、そうですね、そうですね、まあ、もちろんね、なんかそこ整理できてなくてもね、まあ、まあ読めるものかなとは思うんですけども、結構なんかそういう風になんかつながって、確かにあのなんかね、遠いところと遠いところがちょっとつながってる感じっていうのはあるかなと思うんですけども、まあ最初の1ページ見て気づきましたけど、うん、彼らって出てきてるんですね、うん、ここで。あ、そうですね。でそこでちゃんとね、彼らが取り入れるんですか、名前出るな。そうそうそう、なんかもう自分、そうか、最後の2回読んでるのに気づかなかったけど、最後の彼らってなんかもう一番最初にできた彼らじゃなくて、そうそう、なんかもっと大きい何かだと思ってました。そう僕はね最初はそう思ったんですよね。これまあ黄色い雨っていうタイトルついてる通りで、あの黄色い雨って単語結構頻繁に出てくるんですよね、うん、でそれがあの枯葉を指してる時もあれば、いや多分違うだろうっていうところもあって、これは何かを象徴はしてるんだろうなと思うんですけど、これは何だろうな、忘却なのか死なのかみたいな、うん、そんな感じなのかなとはちょっと思ったりはしてますね、うん、そもそもその黄色っていう
色も、頻繁に出てくる。例えば妻のサビーナをリンゴの木の下に埋めるんですけど、枯れてた。そしたら埋めたら、そのリンゴの木がまあなんか久しぶりに実を鳴らすんですけど、そのリンゴが黄色かったりとか、うん、あ、そう、ある朝ベッドから起き上がって窓を開けると村全体が黄色く染まっていたとか、これは黄色い雨が降ったのもあるだろうけど、なんか、まあ、象徴的な意味合いも含めてるんだろうなみたいなのはちょっと感じてて、個人的にはこの黄色は、まあ、なんだろう、終わってく瞬間なのかなっていう、終わりじゃなくてなんか終わりに向かうこのサインみたいな、うん、あ、私は枯葉ってのもそういう意味なのかなと思ったんですけど、うんうんうん、まあ、そうですね、僕もそれは思いますね。なんかちょっとこの小説の中に出てくる黄色って哀愁を感じるような、うん、そうですよね、なんかね、文脈で思えてしまうんですよね。この辺すごくうまいし、明治関係のところで言うとね、そうですね、そういったところではすごい、なんかある意味世界観がしっかりしている小説だなと思いますよね、うん、あ、そうですね、その偉そうなことになっちゃうからだけど、完成度が高いですよねあ、そうそう、それはめっちゃ思います、ね、なんだろう、そうですね、多分このラジオで取り上げたっていうところもそこの要素が大きいかなと思うんですよね、うん、確かに。なんかね、そんな物語性とかってあんまりなくて、ね、なんか小説として、そうなんですよ、なんかあらすじだけとか紹介するとこれどうかなって思っちゃうんですけど、うん、やっぱ完成度のところではやっぱすごい、やっぱり惹かれるものがあるし、まあ、今回ラジオで取り上げるっていうので2回目読んでメモとか取って読むと、やっぱすごい、なんかその作者の、ね、全て終わろうとしているものだけども、それをなんか言葉にして、まあ、こういうのが世の中に存在していたんだっていうのは、なんかそういうなんか声というか、なんかそんなのが聞こえてくるような気がして、そうですね、やっぱいい小説だなってね、なんかちょっと最終的には思いましたね、うん、そうですね、なんかやっぱ誰かにこれっていい小説だよねって言いたくなるような、うん、ですよね、うん、ちょっと思ったよりやっぱりうまく話せなかったなっていう感じあるんですけど、じゃあちょっと熱的な感想を言って終わりにしましょうか。はい、じゃあちょっと私からいきますか。まあ、ちょっと今話してきて、なんとなくこの終わりに向かっていく小説あって、これなんだろうな、今日ラジオで話す前までは独特の悲しさがあるなと思ってたんですけど、うん、今話してみて多分これって結構いろんなことに共通する悲しみなのかなともちょっと思いしましたね。なんかだからなんか結構自分の中で響いたのかなってと今改めて思いました、うん、なんかこのそういうことを感じることができる小説、なんか死とか終わりに関して思いを馳せることができる、読むと思いを馳せることができる小説だなと思います、うん、まあ、ちょっとこう話しづらさもにもつながってたのかもしれないんですけど、なんかね、自分はこの私っていう主人公、まあ、感情移入があんまりできなかったんですね、うん、いや、僕も一緒ですね、うん、あ、うん、ですよね、そうですね、ちょっと私の読書スタイルだと思うんですけど、基本的には割と感情移入をして読むタイプの人間だと思ってるんですよ。だからちょっと読みにくさはすごく最初ありました。だからちょっと苦労はしたとこはあるんですけど、でもそれでも読んでいくと、やっぱりこの詩的な表現とか空気とか全体を漂う雰囲気とか、なんか主人公っていうよりは村とか、この状況とか、なんだろうな、空気感っていうのをこう味わうことができたので、すごくそういう力を持った小説だと思ってるので、なんだろうな、感情移入するタイプの人でも読めると思います。で、逆に私とは違う、なんと言ったらいいかな、感情移入しないタイプの人って言い方な、どういうタイプだって言い方ちょっと難しいんですけど少し読んでる時に距離を持って読める人っていうか、そういう読み方ができる人というか、そういう読み方をしてる人がいると思うんですよ。こういう読書スタイルの人がいると思うんです。多分そういう人にはめちゃくちゃ合うというか、好きな小説なんじゃないかなと思います。ちょっとうまく話さなかったんですけど、私は感想と、まあ、おすすめのポイントはそのところですね。はい、そうですね、僕もまあ本読んだ感想としては結構近い部分があって、やっぱり孤独感がすごい強い小説で、うん、村も、家も、まあ、主人公そのものももう朽ちていくという話なんですけど、そこにすごい美しさというのを感じましたね。あ、そうですね、まあ、ね、文章もそうだし、なんか美学っていうところも感じましたし、まあ、そういったのが感じ、取ることができたっていうところでは良かったなと。じゃあこの小説をどういう人
読んでもらえたらなとちょっと考えてみたんですけども、結構ね、まあ、いろんな小説がある中でもその中でも不要不急の小説読書になっちゃうんじゃないかなと。あ、なるほど。不要不急面白いですね。確かにそうですね。そうですね、うんうん、なんかそんなね慌てて読む必要全くない本かなと思っていて、娯楽で読む本でもないなと思っていて。あ、そうですね、確かに、うん、まあなんかね、そういったところではちょっと、ね、何か目的意識を持って読書をしたいですっていうニーズにはちょっと向かないと思うんですけども、うん、ね、途中で何度か話してたと思うんですけども、やっぱりそのもう消え去ろうという世界を書いている小説で、まあ、その主人公にしても村にしてもその主人公にとってのその世界にしてももう間もなく消え去ろう、この世から消え去ろうとしていると、そういったものを書き残している小説かなと思っていて、まあ、それがね、言い悪いは別にして、もう今は存在していなくてもかつてはこういうのが存在していたんだというその一つの世界が書かれてるなと思うんで、まあ、そんなのをね、読んでみたいなと思った人が読んでみてもいいかもしれないなという思いました。あ、そうですね、なんかそういう意味で言うとこれ多分読むとき環境結構重要だなって思いますねそれは思いますね、確かに通勤とか電車の移動か、なんだろうな、なんかこういうときに読むとあんま入ってこない気がする。そうですね、なんかちょっと、ね、眠くなるかもしれないです、うん、しまあ、せかすかしてる時に読むものでもないかなと思うんで、なんとなく分かる、まあ、160ページぐらいの小説なんで、なるべく1日ってある程度、うん、まあ、集中できる時間を確保して読んだ方が良いかなと思います、うん、それすごく贅沢な読書体験だなと思います。じゃあそんなところで次回予告いきましょうか。はい、はい、次回は、休憩会またちょっと挟まさせていただきます。で、はい、まあ、本当休憩会では番外編らしい今回次のテーマなんですけど、次は本当小説以外の本をちょっとお互い1冊ぐらいか、まあ、2冊かちょっと紹介したいなと思っております。よろしくお願いします。番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介されている本を読みました、読み返しましたなどありましたら、ハッシュタグ空飛び猫たちをつけて教えていただけると嬉しいです。 Twitter やインスタなどで、まあ、投稿などしていただければ、まあちょっと私たちもちょっとエゴさしてるんでちょっと抜けちゃう時もあるんですけど、ちょっと見つけて喜んだりしてますんで、よろしくお願いします。まあ、この番組面白いなと思ったら積極的に拡散共有していただけると助かります。それではちょっと次回休憩会になりますが、お楽しみにしていただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。